もっと踊れ。 あれで消えるしかない。 これで俺は一人だ。 どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか？違うだろう。 俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。固くなだった俺の心を、いやこれまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。
敵対していたもの、憎しみに包まれたもの、他里を拒んでいたものも、痛みを抱えていたものもだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ、おたけびをあげろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。ゴーダー。ナルト、まだだ、まだ行かせねえよ、サスケ。なんでだよ、何度も何度も。この戦いはお前の敗北で終わる。終わらねえ。